ネモさんも操られたらおっちゃ太刀打ちできね。え？どうした？いやめっちゃ追ってきてる。まずい、村人さんみんな集まってきてる。ここはすぐに背中は任せたよ。うん、分かった、任せて。だが村のみんな俺が止める、足止めする。実はネモさんとあいつを何とかして、あいつを倒したらみんなを元に戻るかも。ああキビキビやろうじゃねえか。チラッ、任せた。セイユもいたな、よく見たら。キビキビ勝負こいつはほんと変わってねえな。ルガルガーン、多分スロー巻いてくんだろうな。キビキビミノレやっぱ変わってねえな、あいつやっぱ本質は。ステルスロック、あ、でもドラゴンテールあんま意味ねえな、これじゃ。さすがブンブン丸だ、なんともないぜ、キビキビ、アハハハハ。もうただのただの戦闘狂じゃねえか、俺。いい、もらっちゃう、キビキビ。もうダメだこいつ、早くなんとかしないと。とりあえずレガルガンは撃破。レメルガンか、石とか晴れたらよかったんだけどな、よく考える。冷凍ビームかー、でもすごい耐久。戻り、パーモット、それでアドリギを巻いておこう。おお、さすがブンブン丸だ、なんともないぜ。でアドリギでと食べ残しの補正でさらに回復すると。合成で光合成でさらに回復を狙っちゃおう。凄まじい回復力だな。これならいける。変わってーな、本当に。で防御3段、防御特防3段階下がってる状態でギガドレインはたまったもんじゃないだろう。やべえ、後ろ。アブリボンってことはあれか、あれ虫フェアリーとかだったっけか、あいつ。なるほどね、
仕業されたらちょっとたまったもんじゃないな。よく頑張ったブームーマル。でもステルスロックか、それは大丈夫。一回守るで、安定したスピードになろう。よし、行くぞ。フレアドライブだ。ジャラランガか。まあインファイトで特攻隊長としてのまあ仕事を全うしてもらおう。耐えるね。まあよく頑張った。じゃあレッツゴー。なんかすごいやっぱ人が多いからか処理よってすごいな。さあジャラランガ撃破。ウメルゴンか。さっきブンブン丸がドラゴンテーズで少し削ってはいってくれるからじゃれついても問題ないだろう。ウェイニバルか。テラスタルでもしてくんのかな。こっちもテラスタルしようかな。そうなったらいくぜ。やっぱりそっちもテラスタルしてきたか。わっか格闘。これもしかして他のタイプはマスカーニアだったら悪、ラウドボーンだったらゴーストとかいう感じになるのか。いやまあテラスタルの何刺す痛いと当てキビ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 。やっぱあいつ字が残ってるまだずっと勝負キビ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 。こいつずっと勝負したいな。キビるよ。ん、どういうこと。アクアステップ。なるほどね。あれ素早さはこっちが勝ってんだよな。とりあえずネモニア勝った。キビキビどんどん。どんどんきびってるね。くきゅう。ももも。謎のポケモンを倒そう。なるほど。あとはこいつだけか。あ、自動回復はしてくれなかったんだ。
これでいいか。あとはお前だけだ。もう謎のポケモンのに勝負を挑みますか。はい、モモアロン。あ、そうか、トモコか。モモアーイ。さて、モモアロン、まずは追切りするか。お、抜群。効いてるってことは倒せるんだ。あれ、けっぱれ。すぐにもけっぱれよ。毒毒か。毒くつ、なんだこれ、混乱した。なんだ、毒にしたら混乱にさせるってことか。大丈夫か、今すか、若月。一旦はトンボ帰りだ。もしかするとこいつ因縁の相手かもな。じゃあ行ってこい。ヨッパー、オガポンが怒ってるように見える。やっぱりこいつは許せない相手なんだな。いいだろう、俺も力を貸すぞ。よし、ケオンちゃん、すごい威力だ。ジャドクの鎖な、すごい威力だ。毒靴、まずいな。もう持ち金、チート早く。いけるか。よし、よし、モンアローやった。あいつ動きが鈍くなった。今だ、ボールに閉じ込めて。わかった。けっ。よし。これで終わったのか。モモアロ支配ポケモン。モモ型の殻は猛毒の貯蔵庫。毒の餅を作り人やポケモンに振る舞う。毒なんだ、なるほどね。毒ゴーストか。うーん、モモアローね。モモか。
えとそうだな。持ち振る舞うからな。これで行こう。お前はお餅屋さんになって、これから良き行いをしてもらうぞ。お餅屋さんはボックスに送られました。これで終わったか。やったのか。みんなは、あれ、みんなどうしただ。私なんでトモコプラザに。やったな、みんな元に戻ってる。チートすぐに商店らへんからの記憶ねえんだけど、あの後どうなった。まあ話す、かくかくじかじか話すと君たちは洗脳されてたんだ。マジかよ、あのキビキビなやつポケモンせいだったのか。ほら見たことか、呪いとかありえんし、丸っこいのが黒幕だったってことでしょ。うちが言った通り。言ってたか。言ってねえな。で、そういうのはやっぱりチートが捕まえちまうんだよな。だな。そういやネモは、あ、そこにいるけど。ネモ大丈夫か。またキビキビ言うんじゃねえだろうな。キビキビ勝負。いや、まだ乗られたね。もう手持ちいねえだろ。あれ、みんなどうしたの、リモコン見つかった。ってそこからかよ。なんだ、寝ぼけてただけか。うーん、おはよう。そういえばリモコン探してたわな。そういえば夢の中でチートと勝負しちゃった。なんかすごく楽しかったね。ネモさんってなんか、これこそはザ・ネモなのです。そうです、ザ・ネモです。すぐチート、姉ちゃん、じいちゃん、ばあちゃん、何の集まり、これ、あんた説明しなさい。というより、あれ変ね、なんか久々に顔見た気がするわ。そうだったね。数日後、パルディアに帰ろう。そっか、北上の里で楽しく過ごしたんだね。オガポンク熱い手のひら返ししてんじゃねえか。準備はどっち、忘れ物はないかな。違う、キビキビのせいで腕と足が激筋肉痛なんよ。数日間筋肉痛はしんどいな。今日の夜はパルディアに戻るのか。大変な目にあったけど、すげえ楽しかったよな。ね、それもまたいい思い出だったね。あんたたち、ゼユ、すぐり、もっといればいいのに。本当に帰っちゃうの。帰らなきゃいけないけど、また会えるさ。うん、絶対だからね。チート、ペパ、ボタン、ネモ、4人とも来てくれてありがとな。こちらこそあんなありがとな。飯も うますぎちゃんだったぜ。お祭り超楽しかった。VB お面変えたし。そういえばそんなお面あったわ。喜んでくれて嬉しい。なんかさ、楽しい時間ってあっという間だよね。すぐいともゼイとももっと勝負できたらよかったな。私もすぐもあんたに10回以上付き合わされたわよ。
やりすぎ。でも被害者の会ここに誕生。せやな、来てくれたのがみんなでよかった。なんだけど俺ブルーベリー学園でもう一度頑張ってみようと思った。よかった、頑張ってすぐりくん。チート、うん、ああバカンスも終わりか。それじゃあ、そうそう、私も学園戻るとするわ。姉ちゃんありがとう。なんかよ、すぐにもゼリーもみんな会えてよかったよな。うん、すぐに最初俺感じ悪くてごめんな。え、そうだっけ、そうは思わなかったけど。全然いいわよ、私が許してあげる。おゼリーも大概あれだよね。それについてはごめんな。はあ、なんですって。キビキビ戻ってただけなんだけどな。あんたたちどういう意味よ。まあ覚えてないのも仕方ないか。ああキビキビパニックも終わりか。